はい、じゃあホローナイト実況プレイ始めていきます。前回ちょっと一旦ね中断してまた続きやろうかなと思ったんだけど、まあ、ちょっと用事できたんで一旦ゲーム切って、でそんで再開したらここからになってましたね。なんかわかんないけど、この主人公の少年だと思うんだけど、多分虫だね。この虫が、まあ、これまたなんでかわかんないけど、ここの王国、なんて名前だっけ？ちょっとおじさん、教えてください。なんて名前でしたっけ、ここ。なんかこの名前忘れちゃったけど、ここのね、地下にある王国に、なぜか来たと。いうところからゲームが始まりました。で、なんかね、正直俺何やっていいかがよく分かってないんだよね。なんか、どのボタンだっけ？これか。これで、地図が見れる。で、まあ、これである程度、こう、細かい地図が見れるんだけど、今俺がいる場所は表示されてないらしいんだ。で、さっきね、上にいたおじいさんとかいて、ベンチに座ってたところが、ダートマウスっていうところ。ここが、さっきいた場所で、で、今ここが、その下だね。潜ってきたところ。で、こういう敵は、剣で倒せる。で、なんかね、噂によると、この王国の地下に、なんか宝物とかがあるらしくて、で、それを、みんなが追い求めてきたけど、今や、その王国は、もう、見る影がないような状態になってると。まあ、そうだよね。これ、見る限り、その、怪物だらけだもんね、なんか。なんだこいつ？何？ボス？ボスじゃないよ。あ、そうだ。で、ここ前来たね。このよくわかんないおじさんが地図をくれた。さっき見てた地図はこのおじさんが書いてくれたやつ。名前はコーニファーって言うんだね。うん。あ、そっかそっか。なんか自分の位置がわかるコンパスっていう道具とやらは、お店で買えますって言ってるね。どうでもいいけど、これ、セレステ実況が終わった後にさ、撮ってんだけど、ちょっと似てるよね、テイストが。これはこう、リトルナイトメアを、リトルナイトメアをやりたくて、間違ってこれ買っちゃったんだ、やばいや、もうこれ残り体力がやばい。左上見たらわかるけど、あれ体力だよ、多分。で、でもこれを使うと、回復できる。そうそう、この左上にあるメーターを使うと、回復できるんだけど、1メーターしか回復しないな。あー、ダメだ。何回俺同じことやってんの？やばいわ、大丈夫か？結構シビアだぞ。注意しないと。大丈夫か？こいつ、大丈夫か？1しかない。詰むぞ、これ。下手したら。これ、倒せないのか。慎重に行こう、慎重に。手前のカラス、ちょっと。あれだな、邪魔だな。慎重に！大丈夫か。お、下、あれかと思った。これなんだ？これはなんか剣が効かないな。わからん。シュッシュッ。お、セレステ。おほほほほ。やーびやびやー、やばい。死んでしまった。あ、で、こっからか。あー、死んだらここまで戻されるんだ。で、左上にある体力ゲージ、5つあるゲージの下にある、ブドウみたいなやつが、お金なんだよね、確か。地図買うときにお金取られたから。だから、あれを、こう集めながら、敵倒したらちょっとずつ手に入ってくんね。あれを集めながら、何をするんだろうね。いきなり放り出されたから、ようわかんない。多分、この王宮を探索して宝物を手に入れるみたいな、そんなゲームじゃないの。こまめに体力回復していった方がいいな。あのメーター、左上にあるのがメーターなんだけど、顔みたいなやつ。あれが、お、なんだこれ。黒卵の神殿。ゴマ卵なら知ってるけど。バマとジューロ。お、これは嬉しきこと。この忘れられた道で自分以外の放浪者と出会うとは。忘れられた道。体は小さくとも、そなたからは強さを感じる。そなたなんていうやつリアルで見たことないけど、かっこいいな。ちょっとそなたみたいな気になってきた俺。拙者の名はクレイル。あ、拙者っていうやつはたまにいる。未踏の地を探索することを喜びとしている。ほう。この古代王国には多くの素晴らしい謎が秘められているが、
その中でも特に興味深いのが今我々の目の前にある王国の廃墟の中に置かれた巨大な石の卵。ああ、これどっかで見たぞ。これオープニングだっけ。なんか封印みたいなのがバンと破れたような記憶がおぼろげながらある。だいぶ時間経ってるからちょっともう忘れかけてるけど、しかもこの卵熱を持っているのか、なんとも独特な空気を放っている。開けられるのか。様々な模様が書いてあるが、拙者はこうした謎をこよなく愛する。これより下ではどのような驚きが待っているのか。あ、まあ未知に対する興味は俺と一緒だけど、拙者っていうあたりがちょっと受け付けないな。ナーミノです。ナーミノです。拙者はずっとこの地に惹かれていた。驚きと恐怖に満ちた様々な物語を見にしていたのでな。そしてついに我慢ができなくなり、己の目で確かめることにしたというわけだ。あー、そういうことか。来てみればなんということが、この場所は死の眠りから覚めているではないか。はあ、生き物はたけり、土は振動し、空気はその濃さを増している。一体何がこのような事態をもたらしたのだ。あー、まあ、ようわからんけど、なんかオタクが秋葉原に来て驚いてるみたいな感じか。つまり拙者とか言ってるからそういうことでしょ。でも何もないけど、何、土はたけり、空気はなんとかとかカッコつけてたけど、まあいいや、ちょっとあいつは置いとこう。ダメだもん、どうしようもない。あこまで行ったらもう手遅れだ。私はちょっと先に進まさせていただいて、あのベンチみたいなところが休憩ポイントっていうかセーブ地点になってるのかな。このゲームオートセーブなんだよね。あ、やばいやばい、食らったらちゃんとすぐ回復するようにしよう。結構ね、結構むずい気がする。あ、リトルナイトメアやりたかったな。みんなやってるし、あれもでもこんな感じでしょ。なんか小さいなんかフードかぶった子か、フードかぶった子だっけ、なんか紙袋かぶった子かかなんかがこういう暗いところを探検するみたいな、そういうゲーム。なんだ、かわいい声聞こえてくる。ああ、青白く痩せた母を産め、固く目を閉じた父を産め、二人一組で姉妹を、え、それが終わったら私も産めよう。え、どういうこと。今の知ってる、私のお気に入りの歌なの。一緒に別の歌を歌ってもいいわ。あなたが歌ったら私も参加する。あなたきっと きれいな声してるんでしょうね。ふふふふふ。怖っ。それでここで何してんの。お金持ちになりたくて来たんだったら周りを見て、この鉱山はとても豊かで。あ、豊か。みんなに行き渡るほどたっぷりある。一緒に掘りましょう。そんな豊かなの。よくわかんないけど。じゃあ私も掘ります。父を産め、母を産め、私も産め、一緒に埋まろう。折れた釘と共に騎士を埋め、王冠となんとかでし、司祭を埋め、この後の歌詞は忘れちゃった。あ、これ、俺と同じような感じ。同じじゃねえか、おめえ、俺と。お、エレベーターで上がってく。動力なんですかと。でも音楽は不気味さを増している。音楽ないの怖いの。ちょっとなんか崩れそうだな。うん、わかるよそういうのは。こういうね、さすがにセレステでだいぶ鍛えられたからね。俺ももうあのゲームで鍛えられた力を持ってすればどんなゲームでもクリアできる。おおおお、なんだ、何がどうなった。バリーっていったよ。ここ行こう。まずは探検だ。よくわかんないけど、なんか力がみなぎってくる。俺に力がみなぎってくる気がする。何が変わった。あ、そういや、なんかいろいろあるとか言ってたもん、あいつ。これがそのいろんなものか。なんか手に入れれてる。これ何なの一体。なんか手に入れれてんの俺。お金は増えてないみたいだけど、アイテム増えてる。ひょっとしてアイテム出てみるんだっけ。あ、LT は、なんだっけ。あ、左にある、このボタンか。あ、これだ。増えとらん。なんだ、ゴミか。え、右も来ちゃったよ、じゃあ。
左も行って右も来ちゃったからもう行く場所あんまないんだけど、こっちか、こっち一応行けるか。地図見ながら行こっか。こう見えて俺結構慎重派だからあれだよ、あのちゃんとね、初めて行く場所とか結構調べてから行くんだから。今ここか。ここって言っても、このポインティング、あ、これマウス一応使えるから、マウス使えないじゃん。なんだ、なんか、あの、タイトル画面でちょっとマウス出たような気がしたから、マウスでうまくポイントできるかと思ったけど。まあ、これ今右上の方だよね。忘れられた交差路。何が交差路なんだ。ちょっと迷路みたいになっててよくわかんないんだけど。ここはさっき来たとこじゃない。え、これだ、壊して大丈夫今の。これは人じゃないのか、銅像か、ただの。ビビった、人壊しちゃったかと思った。雰囲気いいね、でもすごく。ああ、無駄に回復しちゃった。ダッシュできないかと思って、ダッシュ、こうやる。十字キーを2回入れたらダッシュ。違うか、ダッシュできればいいのにね。まあそこそこ動きが速いからいいけど、結局のところ俺カットしないからな。登る。あ、でここに戻ってくんのか。ずっと夜なんだけど、もうちょっと天気良くなってくれませんかね。というか朝になってほしいんだけど。調べる。あ、単純な鍵穴のついた石の扉がある。単純な鍵穴、じゃあこの釘とやらで開けてください。ピッキング。ん？これ主人公持ってるの釘じゃなかったっけ。ほら、古びた釘って書いてる。あ、そうだ、ハローネストっていうのがここの王国の名前だっけ。だよね、ハローネストっていう、なんか王国が昔すごい栄えてたけど今はもうその見る影もないみたいな、そんな感じって言ってた。で、このゲームの名前はホローナイト。これはいよいよあれだな、また実況向きじゃない雑談のタイムに入ってきそうな気がしてきましたね。私基本カットしないんで。うん、なんだ、雑談しようと思ったんだけど、今日出来上がったあの新しいアイコンについて雑談をしようと思ったんですけど、何かあなた話したいことがあるならいいですよ、私聞いてあげますけど。何か話したいことがあるんですか。ダメだ、ちょっと泣いてる人はなかなか見過ごせないけど、さすがに泣いてる理由を言ってくれないと私も助けようがない。また話す気になったら言ってくれ、言っても聞いてやる。結局なんか悩み事とか人に話せばそれだけでもう半分解決したようなところあるから、ね、話すまでが長いんだよ悩み事なんて。巡礼者の道。お、ハローネストを旅する者たちは豊かな緑と菌類の林を抜け王国の中心たる、都へ向かう。そして全ての願いは叶えられ、全ての真実は明らかにされる。全ての願いは叶えられる。そういや言ってたな。なんか俺チャンネル登録者数1000万人してくれって言ってたな。え、でもちょ待って待って、ハローネストに旅する者たちは、なんかどっか、まあ、ここを抜けていかなきゃいけないってことなのね。なんかその空気読むと、とりあえず。まあじゃあ空気読んで、ちょっと倒しますか。まあこういうのは大体こう、隙をついて倒せばいいんでしょう。それぐらいはおじさんでもわかる。一旦ちょっと隙を見せて、この隙を見せた瞬間に、攻撃してきた瞬間に、攻撃してきた瞬間。ダメじゃん、ダッシュ切りみたいなのがないとできん。もうちょいタイミング見るか。こうだ、ダメだ、今は多分いけないんだ。なんとなくそういうのは最近ゲームをまたいっぱいやって分かってくるようになってきた。私もね、伊達に実況者としてゲームをしておりませんよ。そりゃいつも遊んでるとばかり思われてるかもしんないけど、遊んでるだけなんだけどね、まあ実際は。
これが楽しむために実況してるから。どこ行くの？このさ、セレステとかはさ、なんかあれじゃん、その少なくとも俺がなんかこうクリアできるかできないかが面白いというか、まあ、それを面白がるやつはいないんだろうけど、そのまあ、あまり俺があのセレステで死んでるシーンまで見てくれてる人はまあ多分いないでしょう、おそらく、まあ、あのいないと信じてるんだけどそういうのじゃなくてさ、もうちょっとそのなんていうのかな、まあ、あれはあれでまだその、まあ、万が一その俺が死んでるシーンを楽しみにしてくださってる方がいてくれたとしたら、まあ、それはいいのよ。なんでかっていうと、まあ、次はクリアできるかなとか、そういうこう楽しさで見れるじゃん。でもこのゲーム俺がそこら中を迷いまくってても何も面白くないよ。あそこ行けとかどこ行けとかわかんないでしょ、見てる人も。お前は誰だ、ミノムシだった今の。俺はさ、俺はってこのゲームの主人公のこのキャラはさ、あれなのかね、成虫なのかな、それとも幼虫というか、不思議だよね、よく考えたら。だいたい虫だったら普通はこうなんていうの、幼虫の時はああいうイモムシみたいな柔らかい形状じゃないの。で、成虫になってある程度こう硬い殻を手に入れるとかさ、まあ、俺昆虫博士じゃないからわかんないけど、そういう気もするんだけど、でもこの主人公の男の子、まあ、男の子か女の子か性別が出してあるのかも知らないけど、はい、ちょっとまた中断してました。なんかね、今日はちょっと中断すること多いんだけど、まさかね、カットしないとあれだけ言ってた俺がこんだけカットすることになるとは思わなかった。まあでも結局どこに行けばいいかわかんないから、中断しても中断しなくても大して変わんないんだけどさ、中断するとさ、お金ゼロになっちゃうんだよね。それが結構きつくて、普通にさ、お金ゼロにしないように中断できないのかな。なんかちゃんと中断すればいいのかな。いきなりブチって切るんじゃなくて、 ないよねこれ。メニューに戻るやっても多分ダメだよね。一応進行状況保存されんのか。そっか、ブチってやらずにこうやればいいのか。ちょっと賢くなったな。次からちゃんとこのメニューに戻って中断しよう。なんかもう勝手にセーブされてるって思い込んじゃってるから、セレステの時はお金の概念とかなかったしさ。おまけになんかあれなんだよ、これちょっと最近あのツイッターとかのさ、アイコンを変えたんだけど、アイコン変えた瞬間になんかめちゃくちゃあの謎のダイレクトメールが届くようになったりして、結構ねゲーム中にその気がそがれるから、スマホのなんていうの、通知っていうか、あの音鳴らないようにしてんだ。前まであの別にさ、このゲーム撮ってようが撮ってまいが気にせず音バンバーが鳴らしてたんだけど、ちょっとさすがにね、あのあんなにピロピロ鳴るとちょっと見てる人もあれかなと思って、私もね多少はあの視聴者のことも考えながらね、あの実況しようと思ってさ、せっかくだから、まあ自分が楽しむためにいくら実況してるとはいえ、見てもらうことももちろん楽しいから、見てもらうのが楽しくなければね、YouTube に動画あげないから、見て反応してもらえるのが楽しいというところはその通りだし、まあそれならそれで、多少はね、見てる人のことも考えるべきじゃないかというのが最近の心境の変化ですね。って歌ってるけど、まあやつは何なのかよく分かっとらん。あれか、とりあえずなんか、あの地図作ってるやつがコンパス買えって言ってたから、コンパス買わなきゃいけないのかな。さっきでも下に行って、もっと下に行けそうだったよね。こっちじゃないよ、なんか左の方だっけ、なんか俺が昆虫博士がうんぬんかんぬんとか言ってたようなところ、さらに下、うわーやばい、結構食らった、やばい、ちょ待て、一旦待て、一旦下だ、こっちだ、逃げよう。ここでちょっと回復しよう。やばい、回復ゲージがない、やばいぞ、これまた死ぬぞ、このままじゃやばい。一旦危ないとこはやめておこう。今どこにいるんだ俺は。こういう時は地図を見る、素早く地図を見る、素早く。よし、どこだ今俺。地図がさ、あの本当にコンパスないとダメだ。現在地が分かんないとどうしようもないわ。
コンパス買いに行くか。地図が確か、ああ危ない危ない危ない、やばいやばい、死んだらまた、せっかく貯めた金が、俺の金を奪ってくるやつらが、くそこいつら俺の金を奪うな。あれ上戻れないじゃん。どうやって来たっけ、上からこうやって来たっけ、こっちか。ちょっともう一回地図見よう。今のボタンが違う。今のところは、なんかぐるっと回ったから、多分右下の方なのかな、多分ね。あ、そうだよね。で、それでここを左に、いや、違う。あのさ、この、今ちょうど画面の中心にあるようなところになんか、いかついマークのシンボルが書いてんじゃん。あれが多分ボスみたいなやつだわ。硬かったやつ。だから、あいつんところに行くのは確かエレベーター使って行ったから、右下は、あれだね。採掘してるとこだね。あの女の子が歌いながら。どうやって戻る？上戻るのこれ。っていうか、今俺はどこ？今俺は、あそこの、忘れられた交差路の忘れの字の上の方にある通路を左に向かってるという理解でよろしいですか？なんかそんな気がしてくる。そうだと信じる。あー、死んだ。マジか。あ、ちょい待って待って、マジで。あ、またお金ゼロになっちゃったじゃん。ほんと？多分さ、ここだよね。ここ。ここが、コンパス売ってるとこだと思うんだけど、さっきまで入れなかったもんね。パーフナーだ。地図買いに来たの？あ、だったら、あ、いや、地図じゃなくてコンパスください。あ、こいつはあのさっきのやつの奥さんか。あなたに売れるもの何かあるかしらね。コンパス欲しいです。220高え、ぼったくり。コンパス1個220円、ぼったくりじゃん。俺さっき30円稼ぐのにどれだけ苦労したと思ってんの。ていうか、なんかいろいろあるな。あー、まずはあれかな、いろいろ集めてこういうアイテムを手に入れてって、で地図を完成させていって探索する感じか。最初は多分王国に行って早くあのチャンネル登録者数を1000万人にしてほしいっていうお願いしたいんだけど、まあそれはね、もうちょい先だね。まずは、ちょっと探索しないとおそらく王国にも行けないのでしょうから。うん。そうだね。次回はじゃあ、ちょっとコンパス手に入れるとこ頑張ってやってみようか。今回ちょっといろいろと、カット入れまくったりして、見にくかったかもしんないけど、ごめんなさいね。コメント等あれば、してもらえると嬉しいです。じゃあまた次回。面白かったら見てください。チャンネル登録もよろしければしていってね。じゃあ、バイバイ。